にちは。はあ、疲れたよね。もうこの動画が流れている頃には新年は明けていることでしょう。だがしかし今年末もう大忙しです。ヘトヘトです。もう私ももう体力が本当にない。やみ上がり一発目にもつを煮込んでいく。元気出さなきゃいけないしね。豚の冷凍大腸1キロを2つ。これね、多分ね、激臭だと思うわけ。前もね、土手に行かなきゃやったのね。その時も激臭だったでしょ。ちょっと匂いには敏感なんで、念入りに処理していこうと思います。ただね、開けたところでそんなに匂いはね、そんなに来ないと思うよ、多分。あ、くっそ。ほら、あ、吐きそうやん。だって、そっか、二日酔い入ってくる。それ、涙が出てきた。だって、あ、どこなの。このままではもう到底食べられない激臭なこちらのね、大腸をまずはお湯で茹でて、茹でこぼししていきます。臭いもんってうまいって言うからね。これをね、美味しくするっていうのがやっぱ、いや、そうだよ、そうだよ。ちゃんと処理したらマジうまなわけよ。それは私は知っている。だからこの臭さにも耐えられる。なんならこれの臭さがワクワクする。臭いって素敵？臭いってなんて夢があるの？ね？わかる？どこ撮ってんだよ。わかってるよ。ちょっとレンズがキュッてなったもんね。まずデイコン、大根を上切りにしていこうと思います。大根人参はさ、リタくんとかさ、リアちゃんとかめちゃくちゃ好きだから。もつはもしかしたらちょっと口に残っちゃうかもしれないじゃん、歯がね。だけど大根や人参をいっぱい入れることによって煮物みたいな感じでさ、あの子たちは食べるから。で、お酒のあてにもなるのでね、よし、ひとひとくんや私は夜お酒のあてにすると。子供たちは普通にもつ丼なんて言うっけ。ホクホクとね、おうどん食べてくれると思うし。あー、うまいじゃん。もうなんか冬やん、うん、冬寂しい季節ですよね。冬って寂しい。一人暮らしの男性は結構寂しい時期じゃないですか。人肌恋しくなるのかな、寒いから。私はやっぱりあれだね、なんか多いから、そういうのは思ったことないね。冬休み始まっちゃうんじゃないですか。もう明日で始まっちゃいますよ。どういうこと？やばくない？早くない？この間夏休み終わりましたよ。わかるわ。でしょう。ちょっとなんか家族の一員みたいな感じじゃん。なんかもうこんなに週3週4とか来てたら親の気持ちちょっとわかるでしょ。うん、お昼ご飯大変だなって思ってたぐらい今。でも、あ、ちょっといいの取れちゃうかもなと思ったでしょ。はい。まあでもしょうがない香りですよね。ちょっと待ってください。換気扇、換気扇はず。くせえはずだわ。くせえはずだ。え？あのですね、うちの換気扇がね、古いんですよ。なので最初、ってなるの、ちょっとこう寝てみる。落ち着いたらこうやってね、静かにね、鳴り止んでくれて、ちゃんと換気扇としての力を発揮してくれると。絶対こぼしたくないんだけど。はいよー。ちょっと洗うか、これ。ゴシゴシに。お前ら臭いな、本当に。あーくっさー、マハロが言ってきましたよ。あ、ほんとなんかママ、なんかママに嬉しいけど、なんかママに嬉しいけど。ママの手、匂い嗅いでみて、ちょっとほらほら
やばっ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 どんな感じ、うるさっ逃げたじゃちょっと一回入れますわ。でちょっと今回この生姜の皮とネギの頭を一緒に今度は臭み消しでやろうと思います。この間さあれやったじゃん、あの角煮、はいはい、その時も生姜を食べるつもりで生姜入れてさ、めちゃくちゃうまかったね。しばらく茹でます。開けていい？いいですよ。だいぶ臭い、まあ、臭いのよ、臭いけどだいぶね落ち着いてきてはいる。では行きましょう。じゃあこの2キロのもっちゃん、もっちゃん、行ってらっしゃい。1キロほどかな。こんにちは、行ってらっしゃい。そしてこの大量の大根と人参も行きましょう。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあ生姜ちゃんも行きます。生姜ちゃん作るのでよく分かりました。いいね。はい、じゃあお酒、この入ってないから全部入れていこうと思います。次、醤油、大体なんか大さじ4ぐらいのイメージ。みりん、お砂糖大さじ2いきます。ポン酢、最近使ってなかったから最近昆布茶入れないんですかって書いてあったね、うん、はい、昆布茶。こういうね大鍋でやるときはあとこんだけだから全部入れたろうっていうのはあるけど結構うまくいくんだよね。はい、ニンニクも入れていきます。こういう渋いのって誰が好きなんですか。ライムとかやっぱ好きよね。レントとかも好きね。で意外とだよ、ゆずが好き。この間サバタツタやった時、これはうまいねーとか言っておかわりしてた。不思議なんだよね、なんかハンバーグとかよりもうちの子はみんななんかちょっと渋い系が好き。というわけでじゃあちょっとこのまま煮ていきます。でもやっぱ丁寧にね下処理をするとそれだけね美味しくなるからね。やっぱ私の苦手分野なんですよ。今までは苦手分野だったんですけど最近やっぱりそのなんかおんぶしながらとかさ、うん、減ったじゃん。料理するのにも余裕が生まれてきてアクを取る時のこの火が近いのにおんぶで足をビーンとかやられた時にジューとかなったらどうしようとか思って、うん、なるべくこんなんでやってたからね。これおんぶしててこういう体勢だからめちゃくちゃ腰痛めてたの。そんなに控えてもいいと思う。だけど本当に大きくなったね子供たちは。こうやってみんな離れていくの皆さんと本当に。いや私まず生きていけるかもしれない。でもみんな離れて戻ってきてやめとけやめとけ本当に。確かみんななのここにですよ300ぐらい溶いていきたいと思います。これちょっとね丁寧にやるよ。私は味噌ババアと呼んでくれ。クソババアじゃない、クソババアって言うと語弊があるでしょ。味噌ババアならまだいいけどクソババアはダメだろ。言ったってねそんなに年齢変わんないからね。5歳ぐらいのもんじゃないのか。埼玉の姉だよ。本当に何と思ってんだろうね。絶対食べささんかな。だったらこっちに汁入れてやった方が楽。本当だよね、うん、そう思うわ。食べたら食べた。そうだね。
最近料理に余裕が出てきてアク取れるようになったのじゃねえわ。何時間かけ取れないかよ。もう味噌のあのこすあの網欲しくなったもん。うわーもうね、そういうことなの。だからここでやりちゃくないの。ほら、バカ。あ。あ、あ、あ、ほら、おい、おい、おい、誰がバカだこの野郎。気づくか、うん、気づくか、吹け早く、ほんとに。なんでそのままにできるのあれよ。わからんな。お味噌をね、溶き入れました。そしてこのままね、またさらに煮ていきたいと思います。あ、見てください、これおよそ3時間ぐらい煮込みました。完成です。何？いただきます。ちょっと味見しますね。じゃあ、怒るからね。よいしょ。うわぁ、やっとこう、コブちゃん、あ、臭みも、なんか言うの、コブちゃん、コブちゃん、ダメだよ、コブちゃん、ダメだ、コブちゃん、パパ、かわいい、コブちゃん、パパ、かわいい、あ、まだ2歳です、そう、コブちゃん、うん、僕が見そうだったのがいいな。これ大成功だね。これはお酒飲んでいいな。これ日本酒とかキャーといったよね。キャーとね。ということで今日から3日ぐらい実はもつ煮、もつ煮生活というわけで、皆さんもよかったら本当はもつ煮最高、この時期最高なので食べてみてください。